江坂のスタジオリフレクションに来ております。はい、今日の目的はですね、明日ライブの予定なので、ちょっと音源の音量とか調整っていう感じですね。まあ、演奏、ギターの練習は家でやってるんで、やってみてね、できるかどうか、できるんですけど、どうかな。6のリレー、これがどうもね、トランスミッターの調子がおかしいのか、ブツ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 切れるんで、もう10年くらい使ってるんでね、寿命ですからね。なんでシールドでもうしばらくいっかならばやりすぎね。
うしようかなって感じですね。なるね、現場行ったらね、やっぱちょっとね、変わってくると思うんですけど。YouTube でもね、今107名の方に登録いただいておりますが、おります。ありがとうございます。ありがたい話でございますね。それが私の生きがいと、生きがいですかね。今生きがいの一つ一つですと。いや、でもやっぱ嬉しいですよね。そうやってね、少ないですけど、まだまだ100人って少ない数字ではありますけどね、世界中のいろんな YouTube チャンネルある中でね、わざわざ私のやつを登録していただいてるっていうことで、興味を持っていただいてるっていうのは嬉しいですね。特に外国人の方なんかはなんかね、いいコメントとかくれますし、で、日本人の方はね、なんか嫌なコメントくれますしね。なんでしょうね、この民族性、国民性、なんだろうな、わかんない。あるんですよね。